生産化合物を殺害したとして掛木千佐子容疑者が逮捕されている。金融代金のレギュラー千葉雄大が微笑みの国タイへ弾丸旅行、タイの絶品グルメを食べまくる。トレンドアイテムを着こなせ。テーマはガウチョパンツ。全国的に例年よりも高く、火事はおよそ1時間後に消し止められ1階の部屋の一部が焼けました。レスキュー隊員が80代の男性と70代の女性を救出しましたが、男性はその場で死亡が確認され、女性も搬送先の病院で死亡しました。この部屋に住む高齢のおすすめスポットが2泊3日で全部行けちゃうんですツアー。ここに今行くこと自体が奇跡に近い状態だと思います。